多分最年少ですね。代理店販売が42万円で自社商品が66万円。逆に21歳でもこんだけ成果が出せるんだっていうね。ライブを経由してからセミナー来てもらったりとか個別さん来てもらった方が制約率全然違うんですよね。こんにちは。こんにちは。今回はコンサルタント企業で月商108万円売り上げた秘訣についてですね、実績者の荻原さんと一緒にですね、動画撮っていきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前は荻原朝日と申します。現在の業種教えていただいてもよろしいでしょうか。SNS 集客のコンサルタントをやらせていただいております。SNS のコンサルタントって今もう本当に競合が多くて激戦区と言われるぐらいライバルがめちゃめちゃ多い。その中でどういうふうに集客をしてマネタイズまでつなげていったのかって、その独自のブランディング方法だったりとか、リストを獲得するとかもね、ねぼりはぼり聞いていくので、ぜひね最後まで見ていっていただけたらと思うんですけども、朝日さんって今おいくつなんでしょうか。21歳で大学4年生やらせてもらってます。はいですね。うちの学科は基本的に40代から50代が 7,8 割ぐらいなので、多分最年少ですね。最近だと62歳の竹上さんとかも月賞100万超えて成果出されましたけど、逆に21歳でもこんだけ成果が出せるんだっていうね、すごい素晴らしいあのモデルだと思うんですけども、入学されたきっかけって何だったんですか。もともと代理店販売をやっていて、他社商品で50万円くらいで限界を感じていて、販売とかはできるんですけど、教育のラインだったり自社商品を作るっていうところでちょっと悩みを抱えていて、セミナーを受けてわっここしかないって思って心が動いたっていうのがきっかけで入学させていただきました。弊社のセミナーを受けていただいた上でっていうことなんですけども、 SNS とかマーケティングの塾って我々ね業界トップクラスって今言ってもらってますけども、他にも塾いっぱいあるじゃないですか。その中でも弊社 SYK を選んでいただけた決め手みたいなのって何かあったんですか。他の方の実績が素晴らしかったこと、再現性がすごい高かった部分と、やっぱ SYK さんの実績っていうのでちょっと惚れ込んでしまって、ここしかないなと思って迷いなく決めたっていう形です。入学前と後の状況ってところを具体的に聞いていきたいと思うんですけども、入学前の状況、例えば自社商品の有無であったりとか、どんな感じだったんですか。自社商品は一切なかったです。ゼロでした。他社の代理店の販売をしてたんですけど、毎日 DM を送ったり作業をしたりっていうのをずっとやってて、そこに限界を感じたっていうのがあって、実際に自社商品を作って売っていくってなると、自分の好きなようにインスタライブもできるし楽しく仕事をできるっていうので、心理的にも大きな変化があったなって思います。うちの学科に入ってから、うちの場合だと商品作成代行であったりとか、一緒に商品プランニングをね作らせていただくっていうのがあるんですけど、入学後に自社商品を完成させて、そこからまあ集客数と、あと売上ベースでいうとどれぐらいになりましたでしょうか。集客数はインスタは300から500増えたりして、 LINE の友達も0人だったんですね。たった1ヶ月で58リスト取れたので大きい変化だったなって。売上ベースだと代理店販売が42万円で自社商品が66万円、トータルでいうと108万円とですね。はい、21歳でこれだけ売り上げを上げてしまってね、今後どうなってしまうのかっていうねことですけども、集客とか売り上げアップできた秘訣ところを聞いていきたいと思うんですが、インスタ、 LINE、 そして販売の動線をね順番に聞いていきますが、まずこちら荻原さんのねインスタグラムを今表示させていただいてるんですけども、フォロワー数でいうと2052フォロワーということで、40代50代 SNS が超苦手でも実践できる優しい集客術っていうコンセプトで SNS のコンサルタントとして発信をされていらっしゃいます。とこういう統一感のあるようなね文字入れのタイトルで非常に上手ですね。リールを上げつつですね、投稿とかもこういう感じでしっかりとアップされていて、このインスタを運用する上で特に意識していることっていうのはどういったポイントがありますか。お客さんとのコミュニケーションっていうところを一番重要視していまして、うん、絶対ストーリーで発信するときはアンケートを取ったりとか、うん、何らかのアクションをいただくっていうところが一つで、もう一つはインスタライブを僕は毎週1回やっていて、うん、それがお客さんとの大きな接点になっているのかなと思います。インスタライブって何話したらいいのとか、初っ端やると視聴者の人1人とか2人しかいないからライブ成り立たないんじゃないのって不安に思ってやらない人多いんですけど、最初どうでした。実は2年前に楽しみで1回やったことがあって、その時すごい緊張したのを覚えて覚えていて、久しぶりにやったんですけど、最初は少なかったんですけど、だんだんお客さんが増えていったりコメントが増えてきたりするのがものすごく嬉しかったです。荻原さんもねちゃんとこういったプレゼントタイトル、僕らがいつも言ってるような無料オファーの特典をしっかりとつけて、2020年最新見込みノウハウ、見込み客を集めるための集客ノウハウ、まあ、SNS の教科書ですね、まあ、これプレゼントしますよっていうので LINE に登録してもらって、そこからの教育プラス、あとインスタライブからも最後セミナーだったりとか、もしくは LINE 誘導に何かつなげたりするんですか。インスタライブで限定3人だけ無料相談させていただきますよっていう感じで、実際に僕と1対1でズームをさせていただいて、本当にお客さんが欲しいって言っていただいた方だけにご提案させていただくっていう形でやらせてもらってます。
じゃあ現在販売の動線はインスタライン個別相談、もしくはインスタからインスタライブ挟んで個別相談という感じですかね。 100% インスタライブ挟んで、これ皆さんもぜひちょっと覚えておいてほしいんですけども、 LINE アットの配信の中だけで個別相談とかセミナー募集するよりも、実はライブを一回そこでかませて、ライブを経由してからセミナー来てもらったりとか個別さん来てもらった方が制約率全然違うんですよね。本当にこれはもううちも全部テストしたか分かるんですけど、どれが違うかっていうと、もう制約率2倍ぐらい変わったりするんですよ。10人個別相談来てもライブをかませていないと2件しか決まらなかったりするのが、ライブかませると5、6件売れたりするみたいなこともあって、インスタライブのいわゆるファン化であったりとか、見込み客のフォロワーさんとのコミュニケーションですよね、信頼構築、そこはやっぱりしっかりできてるなというところですよね。小木原さんはインスタか LINE にも58リストリスト集められてるってことなんですけど、 LINE の配信とかではどういったポイントを意識して配信されてらっしゃるんですか？LINE の配信は僕の目的はインスタライブに来ていただくための配信なので、それのタイトルを気をつけたりだとか、絶対に告知を忘れなかったり、そういうコミュニケーションを日々取っていくっていうことを意識してやっています。 LINE の配信でライブやりますって言っても最初はほとんど来ないと思うんですよ。多分動画見てる人でもインスタのストーリーとか LINE 公式アカウントでライブやりますって言っても全然見に来てくれないって悩んでる人多いと思うんですけど、その場合って小木原さんとかどういう風にされてますか？LINE の配信でも告知をしますし、ストーリーでも配信を1日前からやったりとか、僕のライブがありますよっていうことを1日前から少し頭に入れていただくっていうのは意識してやらせてもらってます。結局前日告知ですよね、これがポイントですね、はい、セミナーとかもね、前日募集とか、もしくは前々日に興味付けをして、前日明日こういうのやるよで当日一斉募集すると本当に集まりがガッと勢いが違うので、こういった前日告知ともしっかりと意識をされていらっしゃる。これだけでも結構ノウハウなんでね、この動画見てる人はぜひ実践してほしいんですけども、他に営業の時とかって意識されてるポイントってありますか？販売されてる商品って決して安い商品ではないし、お客様もコンビニでエルチキ買うのとはわけが違うわけじゃないですか、はいはい、高単価商品なので、はい、どういう風に訴求されてるのかなとか。僕はお客さんとの欲しい未来というか、そういうのを1回目の相談で全てメモさせていただいたりしながら、僕の商品といいところをすり合わせていくっていうところが一番だったりと、お客さんが今の状態は悪くないよっていうのを僕はお伝えしていて、プロの方に教わってないから今の状態があるだけだから大丈夫だよみたいな感じで、そういう訴求をさせていただいているところが選ばれている理由なのかなとは思います。みんな自己投資大事ですよとか、プロからならないといけないですよっていう教育が大事っていうのは分かってはいても、いやらしくなっちゃったりするんですよね、それを小木原さんの場合はプロから学べばそれは解決することはできますので大丈夫ですよっていう風な言い方をしてあげると、いやらしくなくですね、自己投資の重要性というか、まあ、必要性が伝わると。インスタライブを見てから個別相談来られる方と見ないで個別相談来る方って、やっぱ反応とかは違いとかありますか？全然違いますね、それこそ2人目に制約いただいた方は向こうから朝日さんに教わりたいですみたいな形でご連絡いただけたのがすごい嬉しくて、そうです、お客さんの方からじゃあもう、はい、僕は全力でサポートしようかなと。ああ、なるほどね。お客さんはライブの中でどういう内容を結構普段話されていますか？僕は SNS がすごい苦手だったりとか、機械がすごい苦手の状態からスタートしたので、苦手な方の気持ちが分かるので、そういう基礎的なところだったりとか、どうやってマネタイズしたらいいのかっていうところも、僕も実は2年間0円だったんですね、Twitter とかプログラミングとかやって0円だったので、マネタイズの方法とかが分からない方に優しく、それこそ一緒に実践していくっていうコンセプト通りのことを頑張ってお伝えしている、 100% の情報をお伝えしている形です。ライブとかでもノウハウばっか喋る人いるんですけども、小木原さんの場合はやっぱり過去2年間自分もこういう稼げなかった時期があったりとか、私はもともと特別な人間ではなくて SNS が本当に苦手だったっていう状態からでも、今こうなったから、そんな私だからでもできてるんだから皆さんでも大丈夫だよっていうストーリーがしっかりと伝えた上でノウハウをお伝えしてるから、伝わり方の価値というかノウハウの重みっていうのがね、非常に伝わるっていうところも一個でかいですよね。すごい苦しかったですね、2年間稼げなかった時。今日ね、動画見てくださってる方に向けて、これからちょっとインスタライブやっていきたいとか、インスタグラムそもそも集客あまりうまくいってないけど一歩踏み出してね、自己投資でこれから集客学んでいきたいという方もいっぱいいると思うんですけども、そういった方に向けて小木原さんから何か最後一言、もしお言葉があればちょっといただけたらと思うんですが、はい、頑張り方を間違えちゃいけないなって思っていて、プロの方に教わったりだとか、素直さ、プライドを捨てて結果出る場所に自分から行ったりとか、環境を作ったりとかすることが僕は一番大事だなってすごい思います。自己流やらないことっていうのが一番近道、何事においてもそうだと思うんですけどね。僕も2年間自己流でやって失敗したので、それはすごい大事だなって思います。今回小木原さんに特にインスタライブのポイントとかについてね、詳しく聞いてきたんですけども、小木原さんの LINE のリンクもね、概要欄に貼っております。こちらも登録いただくと、小木原さん LINE の配信非常に上手ですので、勉強になる部分もたくさんあると思うんで、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたらと、はい、いうふうに思います。小木原さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、
はい、今回も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またさらにですね、今だけこちらに出ているね、弊社出版している紙書籍もですね、どれか一冊プレゼントしておりますので、ぜひね、興味ある方は概要欄から LINE に登録いただいてプレゼントを手に入れてみてください。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね、 SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね、日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でね、メッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね、参加特典としてこちらに出ているね、豪華6大特典もね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。